こんばんは、市村まさきです。僕としては珍しいんですけど、ヘッドホンの聞き比べ、まあ紹介、一応紹介だと思ってください。僕あんまりヘッドホン好きじゃないんですよ。まあ若い頃はウォークマンとか耳に入れて電車に乗ってたりとか、まあコンサート行ったりライブハウスとか行くと爆音聞くじゃないですか。で、爆音をね、もう何十年も聞いてきて、もう今難聴なんですよ。もうずっと耳鳴りがキーンってセミの声が、この辺にセミがずっといるような感覚で、もうこれは多分治らないという話なんで、そうですね、40過ぎてから以降はもうとにかくヘッドホンをなるべくしないようにって生きてきてはいるんですけども、それでも仕事上やっぱりどうしてもね、録音する時とかはヘッドホン使わなきゃしょうがないですよねっていう。僕は若い人たちにはなるべくもうヘッドホンなんてものは、まあ今時のヘッドホンはもっとすごく耳にいいものが売ってるのかもしれないけどね、まあ年取って難聴になったり耳鳴りがしても治んないっすよっていうそこは覚えといてください。治んないっす、治らないらしいです。耳鼻科とか行ったってほぼ無駄ですね。ああ気にしないでくださいって言われておしまいですね、はい。まあ前にもちょっと耳当てをサウンドハウスで買ってくるみたいな動画を作ったと思うんですけど、これはソニーの MDR-CD900ST っていう、サウンドハウスさんだと税込みで 15,800 円で売ってる、レコーディングスタジオに行くと、大抵これがたくさん置いてあって、みんな同じヘッドホンで演奏するみたいな、そういう基準中の基準と言われている、2個持ってるんだけど、こっちのちょっと接触がおかしくて、で、そっちは修理したんだけど、そしたらこの耳のこっち側も接触がおかしいんで、ちょっと修理しないといけないなっていう状態で、そのうち修理しますけどっていう、2つ持ってます。っていう基準のヘッドホンがあって、その次に、これヤマハさんですね。ちょっとこいつよりも、ごっつい感じ。ヤマハさんの HPH-MT8。っていう 24,800 円。1万円高い感じ。こっちのこのケーブル入れずに、こっちの本体だけが 350g って一応公式発表されてます。350g ってどれぐらいかなっていうと、こいつは 200g です。ソニーは 200g。で、こいつが 350g。なんで、結構もうちょっとで2倍だよねっていう。2倍な感じは、ケーブル込みだけど今。こっちは、こうね、カールコード。昔の地味編の使ってたケーブルみたいな、こういうカールコードになってますと。はい。でかいっすよ。ごっついっすよ。ごっついのがいいのかどうなのか、わかんないですけどね。っていうのも持ってて、あとそれと、安いヘッドホンも持ってます。音楽を作るときって、すごく立派な、レコーディングスタジオでもそうなんだけど、めちゃめちゃいいオーディオセット的な、すごくいいスピーカーだけで音楽を作っていると、本当は良くないっていうのがちょっとだけあって、大勢の方たちが音楽を聴く。iPhone でイヤホンして聴く人もいるだろうし、パソコンの、500円ぐらいのスピーカーで音楽聴く人もいるだろうし、パソコンにスピーカーをつけて、3000円ぐらいのスピーカーで聴く人もいるだろうし、ちゃんとね、CD セットというオーディオを構えて聴いてる人ってのは結構年配かもしれない。で、すべての人がすごく立派なスピーカー、アンプで音楽を聴いてるわけじゃないんで、カーステレオでも、人それぞれ、車それぞれにアンプとスピーカーの組み合わせってバラバラなんですよ、結構。日本車と外車では全然音楽の。いろんなね。はい。ってのがあるんで、安いヘッドホンでも一応確認するみたいなことも必要だったりします。それと、例えば僕は Windows 使いじゃなくて、基本的には Apple 使いなんですけども、マッキントッシュを買ったらなんとなくついてくる、ヘッドホンっていうかイヤホン。付録としてついてくるような、こういうイヤホンがありますよと。そんな中送られてきました。開封書なんですけど、実はもう開けてあります。なんかビニールに入ってましたけど、今もう開けてあります。
ズドーン、なんじゃこれっていう、箱の中身はなんだろうなって手をこう入れるような、こんな立派な、なんていうのこれ、台座箱と、まあ、ここはプラだけど、こんな台座いるんかいなっていうやつ。これ全部購入したものですから、ちゃんとお金出して買ったものですから、アーカーゲーの AKG って書いてアーカーゲーって読むんですけど、K701。23,900円。まあ、さっきのヤマハよりはちょっと安いんだけど、こいつね、2ヶ月ぐらい前に値上がりしたんですよ。ちくしょう、ちくしょう、知りたくなかった。これ、235g です。なので、重さ的には、ソニーとヤマハの中間っていうか、まあ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 、軽い方ですよね。結局、ソニーがね、一番軽くて一番標準なんだねっていう感じ。まあ、アーカーゲーっていうのは、オーストリアの会社ではあるんだけど、作ってるのは中国産だと思いますよ。中国産のものはどうのこうのっていう人もたまにいますけど、いや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 、世の中のいろんなものって中国産がね、決してオーストリアで作ってるわけでは、取れたか、取れん、こうやって飾っとくんかな、使い終わったら置いとくんかな、こうやってこうやって、まあどっかこういうとこにこうやってかけとくと思うけどね、俺はね。これ前にも僕紹介したことあるんですけど、すんげー優れてる、カセットテープの音を USB にデータとして、ダビングして、そうすれば USB からパソコンに移動させていろいろできるよねっていう、めちゃめちゃ優れてる東芝のカセット CD プレイヤー、これめちゃ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 お気に入りですけど、まあだから例えば僕がパソコンで音楽を作りました、ギターのダビングもしました、ミックスダウンしました、それでその音を CD に一回焼いて、でこいつで聞いたりカーステレオで聞いたりちゃんとしたオーディオで聞いたりっていう、いろんなオーディオを使ってその CD 聞いて、なんとなく低音と高音のバランスみたいなのもこれで大丈夫っていう CD を作って編集部に送るわけですよ。そういう時の最終的に割とお安い音で聞いてみる時の感じもするんだけど、結構いい音するんだよねこれね。それで今日は何の CD を聞くかというと、もう勘のいい人はもうお分かりですね。はい、ピンクフロイドのザ・ウォール、ザ・ウォール、見え、壁、壁、有吉のここの、ここが、ここがこれピンクフロイド好きにしかわからない T シャツ、こいつを着てみます。あとはまあちょっと古めの CD ではあるんで、他にも一応ルイスコール、昨今の CD、ルイスコールとか、あと僕がこのエレキギターの音の録音は好きだよって思っている、個人的に、まあ、相当昔30年ぐらい前に買った3000円じゃねえな、パチンコ屋で買ったんだ、パチンコ屋で景品でもらった時に3000円だった時代の泉谷しげるさんの80のバラットですかな、はい、1980年ってことだから44年前かとかを一応用意してはいますけども。で、ピンクフロイドのザ・ウォールを聞いて、一曲目ですでに何か違いがあるかどうかってことだけど、まずこいつで聞いたの俺。こいつで音楽を、これでこういう CD 聞いたことはないんで、僕初めてです、実は。ギャーン、ギャーン、ギョーン、ギョイーン。どこまで行くんや、これ。まあ、僕耳が悪いんで、音がどうのこうのっていうことはあんまり僕は言いません。まあギターもそうなんやけど、触った感想とかその使い勝手とかその辺が大切だと思ってて、音の好き好きなんてのは人それぞれなんで、この音はいいって言われたって、そんなのはまあ、うん、まあ低音がないな言っちゃってるけど、え、ボリュームどこ行った、これ、あれあれ、あ、こんなとこにあんのか、見えへんやん、変わらん、知らん知らん、
まあ、こうやってやると密閉具合変わるからね。まあ、ギューって、イヤホンをギューって押すと迫力満点の音になる。これが一番最初スタート地点だとして、安いヘッドホン、ここの耳当てがヒロンヒロンにすぐダメになっちゃったんで、もう外しちゃってる感じです、こいつは。はい。なので耳に直接スピーカー当てますってやつ。これで、こんな曲だったのか。あ、さっきよりいい音してる。聞きやすい。あ、まあね、久しぶりにヘッドホンで音楽聴くと、こっちにデビッド・ギルモアがいて、こっちにオルガンがいるみたいな、そういうのはわかるよね。重点音がない。ベースがないな。ベースの音が聞こえないね。じゃあ、ソニーで行ってみよう。この最初のこの音楽は右チャンネルでしか鳴ってないんだな。うん、重点音が来た。当たり前かもしれん。ロジャー・ウォータースがベースを弾いてる感っていうのがすごくする。ちょっとだけモコモコしてんのかな。マスタリング具合なのかな。これこのまんま、このまんまこっちのヘッドホンに変えたらどうなる。あ、そっか。あかんかん。ああ。なんかね、キーボード奏者の手の具合がすごく如実になって、ベースを弾いてる感覚がちょっとだけ遠くへ行った。もうなんかオルガンのこういう感じがすっげえ右耳に来てます。うん。別にそうだな。どれがいいも悪いもないな。はっきり言って。これすごいな、でも。ごっつこさ。ごっつこさ。ごっつさが違うな。あ、ボリューム小さくなった。なんで？すんげえボリューム小さい。あ、これわかんないわ。これわかんないんで、ちょっとすいません。ボリューム上げます。相当上げないとダメだ。もっと上げるとどうなる？うん。演奏者の、まあ、ここにギルモアがいて、ギルモって、あの、ギタリストね。ギタリストの手がここにあって、ここにオルガン奏者の右手があって、頭のてっぺんにベース奏者のこういうところがあって、俺の後ろにドラマーがいて、みたいな。この辺にロジャー・ウォータースがいて、歌ってる。はー。より音楽を作ってこう組み立ててあるよねっていう配置みたいなものがすごくわかるので、これだいぶ違うね。一回止めます。止めますって言っても視聴者さんには関係ないか。あのソニーの標準のやつ、その他ヤマハのやつもいい感じに聞こえてて音がまとまってますと。でボリュームでかいです。これはこれのちゃんとしたレビューを全部読んでないんですけど、これ多分ね、iPhone とか iPad につないでも音聞こえないかもしんない。例えば、よくわかんないけど、そんな使い方する人いないと思うんですけど、iPad でこのヘッドホンを使うなら、なんかプリアンプかパワーアンプをかまさないと音量足りないんじゃないかな。そんな気がします。で、これ今、ボリューム？こいつ自体のボリューム10以上変えてやっと他のと同じぐらいの音量になるって感じ。で、あとはまあまあ僕聞きながらちょっと適当に喋っちゃってたとは思うんですけど、やっぱりこのソニーが基準中の基準であるっていうことがものすごくわかりますね。こいつを基本として基準として音を作りましょう感があって、で、リスニングとして音楽を聞くだけ。音楽をね、これ
音楽を作る側の考え方と音楽聴くだけの人の考え方っていうのはちょっとだけ違う感じで考えないといけないんで、音楽聴くだけだったらこいつがいい、こいつがいい。で、密閉感があるんで、例えば隣の部屋でお父さんが寝てても別に聞こえない。まあ、全部大丈夫ですけどね、それはね。ド迫力の面白さと、めっちゃめちゃ繊細に音の感じと空間力があるんだけども、すっげえボリュームちっちゃいんで、音楽作る人はこっちがいけるし、リスナーさんだとヤマハがいけるし、音楽聴くわけじゃない場合はこいつらでも平気だし、という意味での基準中の基準中の基準はこれですねっていう、ノーマルはっていう。ちょっと違う CD 聞いてみます。泉谷茂さんの80のバラッドは、僕がすごくミックスダウンというか音のサウンドの感じがすごくいい感じで録音されていると思う。エレキギターの音がめちゃめちゃ素直に録音されてるねと思うアルバムです。1980年ぐらいの音楽。すんげえな。ここで泉谷さんか柴山さんかどっちかが、ここでギター弾いてるよ。あ、これ、泉谷さんか。泉谷さんの音がいいのか、これひょっとしたら。どっちだろう。これ柴山さん。これも柴山さん。これ泉谷さん。柴山さんって二人のギタリストが柴山兄弟だっけな、両方とも二人柴山さんがいる。これ吉田健さんかな。で、ドラムは多分島村英二さんだな。すんげえ安定してるから。そうですね、僕の耳が難聴だから上の方の音が聞こえない、いい状況。音でけえ。あ、すげえ。でも、めちゃめちゃピッキングの感じが聞こえるな、これ。音がでかいからか。あ、アコギ入ってる。ほほー。この言い方で伝わるかどうかわかんないんですけど、ヤマハのこのヘッドホンは、耳コピしやすいと思う。まあ、今ね、このヤマハで、アコギ弾いてる人いるじゃんって気がついたわけ。で、さっきのアーカーゲーでは、アコギの音は気がつかなかったわけですよ。で、こっちのギターのアルペジオの人がハンマリングした、あ、今4弦かなんかハンマリングしたぞ。とか、こっちの人は、多分、この辺のフレット、5フレットあたりでギター弾いてるぞ、みたいな。なんかが、如実に、すごく、わかる感じが、しました、こいつは。で、今は当然、ボリューム下げました。下げました。へーって感じだな。じゃあもう、ついでに、ルイスコール行ってみよう。割と現代っぽい感じ。2020、ね。2020年代、だと思いますよ、っていう、アルバムを、うわ。うわ。うわ。めっちゃボリューム下げなあかんかった、今。うわー、今すんげえ、ここでルイスコール喋ってる、今。2曲目いきます、2曲目。あー、なるほどね。息遣いが聞こえるね。はー、ボリューム下げます、ボリューム下げます。ちょっとポーズボタン。ポーズボタンを押して、ちょっと安い2、3000円のヘッドホン使ってみる。ああ、まあね。プラスチックみたいな音がするわね、これだとね。じゃあソニーの基準っぽいやつを使って。うわあ。あらまあ。ブリブリのバリバリになります。ブリブリのバリ。これは、すごい差がある。めちゃめちゃな差がある。なんとなく、ルイスコールが最後にパソコンで、ミクシングとかマスタリングをしてるよねっていうのが、すごく、こいつには合ってない。なんか、
歪みがち。ってことは、昨今の音楽こそこいつなのかな？ってことなのかな？ヤマハに戻ったんだっけ今。ああ、これいい。なんでや。こんなに違うものか。へー。はい、ということで、あくまでも僕の3枚 CD 聴いただけのちょっとした直感的な感想を言ってるだけです。もうちょっと専門的に長時間撮影中であることを無視して研究し続けるとまた違う感想が生まれるかもしれないですけども、やや古い CD2 枚聴いてるときは別にこいつらヘッドホンの違いはよくは分かんなかったし、平均点よりはもうちょっといい感じのサウンドというものをどれも別にいいんじゃないっていう風に聞こえましたけども、ルイス・コールさん、まあ、現代的な音楽の CD を今聞いたら、リスニングするためだったらこのヤマハがよくって、こんなような音楽を作る、今現代風なサウンドをマスタリングまで含めてミクシングをする、音楽を作る人にとっては赤ゲーがおすすめかもしれない。ただしこの赤ゲーはめちゃめちゃボリュームのパワーがないんで、 iPad で音楽を作ってる人には多分向いてないんじゃないかな。それなりにレコーディング環境というものが整った上でこいつで最後のミックスダウンマスタリングをするにはこいつがおすすめな気がします。まあ、ある種ルイス・コールの CD が特殊なのかもしれないな。なんか現代のパソコンに合わせたミックスな感じっていうか、まあ今正直に言えば CD よりも今はサブスクじゃないですか。だから Amazon Music とか Spotify とかそういうので皆さん音楽聴くから、ある種こういうワイヤレスヘッドホンみたいなので音楽聴くじゃないですか。そういうのとはこういうヘッドホンはちょっと違う部類の製品だから、なので、まあ、今回の開封ショーは、アーカーゲーの、この、こういう白い、なぜ黒いのを売ってくれないっていうのを2万なんぼで買ってみましたっていう、音楽制作する人におすすめなヘッドホンだけども、パワーアンプかなんかかまさないと使えないよっていうことと、この穴が、こいつのイヤーパッドというか、この、こいつがでかいから、耳が完全にここに入ります。そこ違うわ。こいつらは耳タブがこの周りに当たります。こいつは耳がそのまんますっぽりこの中に、まあ、よっぽど耳がでかい人じゃない限り耳が完全にこの中にすっぽり入ります。ヤマハよりはこいつの方が軽いんでいいっていうか、まあね、好みですからね、まあ2、3個買ってみないとわかんないです。まあギターもそうじゃないですか。ギターも1本だけしかギター持ってないと比べられないけど、まあ、2本ギター持ってれば比べられるじゃないですか。それに近いから結局安いやつはどうでもいいとして、1万円以上するヘッドホンを3つ比べてみて、こいつは音楽制作に向いているよね、こいつは平均的だけども昨今の音楽にはなかなか合わなくなっている感がちょっとしているよね、でヤマハのこいつは重低音が結構面白くくるんで、リスナー向きかもしんないし、まあ別にこれで音楽を作っちゃダメって言ってるわけじゃないですよ。これで音楽作っててもいいんですよ。こいつはいらないかなって。これはあれかな、店舗で電気屋さんでこれをこう置いて販売するときには必要かもしれないけど、うちには別でも音楽を作るには赤ゲーのこれいいと思いますっていう、一応ね最終的には褒めているよっていう。じゃあねー。